ちょっとメモしたり、パラパラ漫画を作ったり、ポンポンポン、ちょっと遊べるメモ帳、動くメモ帳、メモを書く。タッチペンを使って文字や絵を書くことができます。ペンの太さや色を変えることができます。カレンダーにメモを残すこともできます。パラパラ漫画を作る。書いたメモを十字ボタンでめくって絵の続きを書いていくと、パラパラ漫画を作ることができます。前の絵を透かして見ながら書いてみましょう。再生して動きの速さを調節。マイクで録音して音声をつけることもできます。写真を使って作ることもできます。友達に送る。ワイヤレス通信を使ってパラパラ漫画を友達に送ることができるほか、もらったりすることができます。友達にもらったパラパラ漫画に書き加えて続きを作ったりすることも。DSI でちょっと遊べるメモ帳、動くメモ帳。